このお花。作るなんて。前サルシ屋さんで裏つけるやつ。あってこっちからあるんだよ。あれ完成した。すごいね。これ完成したみたい。みんなね動物園乗ってる。すごいこれ可愛い。ママパパ可愛いてきちゃったよ。はい。じゃちょっとやってて。まっすぐに、そうそう。まっすぐまっすぐ。うん。そうそうそう。あ、できた。いいよ。はい、貯金。貯金。おお、上手。上手。いいよ、いいよ。にゃーん。見に行っちゃねー。なんかお花がついてるんです。これ何時でしょうか。正解は3時でした。はい、3時でした。じゃあちょっともうご朝ごはん準備してくるからこれやっといて。ちょっとじゃん。わあ、見てクロッフル。じゃん、できましたよ。ではいただきます。いただきます。これクロッフルって言うんだよ。あ、美味しそう。でしょ。じゃあ切ってあげるね。見て、サクサク。ウータの好きなクロワッサンだからさ、好きかなと思って。バナナかい、これ。そう、サクサク、ふわふわ、もっちり。でも大好き。そう、クロワッサンが好きじゃん。熱くね。どう？美味しい。うん、うん、うん。うん、みーたん今日さ、春休みだからさ、これからしばらく幼稚園はお休みだけど、これから英語頑張りましょう。週4ね。なにその顔。何だっけ。なになに。これ。真似ママの。
下で。あ、こうやってやるんだ。面白いっていうのを体全力で表しちゃう。面白いからね。そうそうそう。面白いとね、なんか動いちゃうんだよ。はい、着替えたん。反対じゃない。反対じゃない。見せて、私置いてもらう。怖いじゃん。ズボン履いてください。ね、ちゃんと履きなさいよ。なんで自分で履きなのよ。やめなさいよ。ティムが何やってんだろうって感じで見てるよ。私のコーディネートは今日は春休みの英語のスクールに送るだけなので、さらっとした過ごしやすいシャツワンピース。可愛いんですよこれ。開きです。下のボトムスはチコです。でこれだけだとなんかちょっと寂しかったので、全部ゴールドアクセ。ネックレスもアナイっていうところで、ピアスはね忘れちゃった。テロップに入れときます。後でちょっと詳しくコーディネートは紹介します。メイクはガンメイクです。まずはランコム UV エクスペール BB 日焼け止め用乳液。メイクアップベースにもなるものですね。こういう感じの色味なんですけど、肌にのせるとねすごく馴染んで、これ1本で、ね、結構カバー力もあるし、日焼け止めにもなるし、ほんと日焼け止めと乳液をこう混ぜたような感じで、テクスチャーもすごく使いやすい、肌に馴染ませやすくて時短の時にいいなと思います。これでちょっとお肌のベースを整えたら、イプサのクリエイティブコンシーラー、ちょっと指でカバーしたいところをカバーしていきます。これなんか固形のファンデーションなんですけど、肌の体温で溶け込むような感じのテクスチャーなので、部分用なんですけど結構広範囲に塗ってもカバー力のあるファンデーションって感じなので、とっても使いやすいです。小鼻周りの赤みもね、これで綺麗にカバーできます。で、真ん中のオレンジっぽいカラーを使ってたるみやクマをカバーします。だいたいこの辺と小鼻周り、そして目の下をねしっかりカバーすれば、あとはファンデとか塗り広げたりしなくても全体が綺麗に見えるので、パウダーで抑えちゃいます。パウダーはドルガバのパーフェクションベールプレストパウダー。目の下と小鼻を変えて、ちょっと鼻筋で、おでこ、あとはまぶた軽くね、のせます。ベアンミネラルのジェンヌードパウダーブラッシュプリティインピンク。ちょっと春っぽくこのカラーを使います。パウダーのチークなんだけど、すごいしっとり系のチークなので、粉っぽくならずにスッと馴染んでくれるし、マスクよれしにくいので、このベアンミネラルのジェンヌードパウダーのこのシリーズのチークめちゃくちゃおすすめです。あとは眉毛をちょっとだけ整えて、キズミヘビーローテーションの眉マスカラでカラーリングします。アイシャドウはよく登場するエスポワのリアルアイパレットヌードムード、このカラーを使います。これね、チークもここにシェーディングになるカラーとかもあるから、これ一つでね時短メイクがすごくできちゃうのでおすすめです。発色もねすごくいいです。下まぶたは筆でちょっと囲むぐらい、黒目の下まで色をのせて、あとはのし目色を目尻にちょっと太さと長さを足して、アイライン代わりにこれをのせておきます。ノーズシャドウを入れていきます。トーンのルミナイザーフェイスカラー02番、お肌の内側から自然なツヤ感が出てるように見せてくれるフェイスカラーです。マスクの上からでも使えます。リップエッチュセリップエディションのティントルージュ04番。どうする、髪の毛だからポニーテール。ポニーテールでいいの。知ってるのある。どこにやってたのこれ。え、知らない。ママ聞かせた覚えない。 YouTube で見たんじゃない。ポニーテール女のパンツパンツパンツ。あ、そう、雑巾だから汚いよ。はい。ポニーテールポニーテール
こんな感じでできました。はい、そろそろ。はい、できました。後ろはこんな感じです。という感じで自分の身支度はさささっと終わらせたんですけど、今日こちらのコーディネートにこちらの開きのふわりっとというね、こちらのフラットシューズを合わせたいと思います。私は今回こちらのグレーベージュを合わせているんですけど、他にもね、春の新色全部で7色あって、このグレーベージュ以外にブルーグレー、シルバー、パイソン、ミント、ブラック、キャメルがあります。しかもね、値段が499円というね、驚きの価格なんですけど、499円なのにちゃんとね、デザイン性も機能性もすごくて、今回ここが V カットのスクエアトゥーになっているので、足の甲から足首にかけてすごくスラッと見えるデザインになっているっていうのと、ジーンズとか履いた時もここが V になっていることで抜け感が出て足先まで綺麗に見せてくれるんですよ。あとかかとに滑り止めがついていて、靴ずれしにくいデザイン性がすごく良くて、この横の部分がカーブしてるんですよ。このカーブがすごくデザイン性もあって、なおかつ私結構こういうフラットシューズ履くときにくるぶしが当たって痛くなることがあるんですけど、ここがカーブしてることによってくるぶしがね、当たりにくくて靴ずれしにくいんですよ。で、全体的にもう柔らかい素材でめちゃくちゃ軽くて、あとこの中敷きもしっかりふわふわっとしてるので足がね、疲れにくいです。なので私結構これもね、履いてるんだけど、公園にでも全然いけちゃうぐらいのフラットシューズです。値段も安いからね、もう汚れたらね、またリピ買いしちゃおうっていう感覚で履けるので、めちゃくちゃ履いてます。これのね、私キャメルがすごく気に入ってて、とっても履き潰してるんですけど、ワントーンコーデとか明るめのベージュコーデとかすることが多いので、こんな感じのコーディネートに合わせて足元キャメルでね、ちょっと締めたりとか、あとはもうこうさっとね、履きたい時もここね、柔らかいからかかとを潰して歩けるようになってるんですよ。これも普段使いしやすいし、ちょっとその辺ゴミ捨て場行く時とかもこれをさっと履いてってます。コスパもね、めちゃくちゃ最高なので、いろんなコーディネートに合わせるようにカラバリいろいろ揃えてもいいと思うし、私は特にさっきの言ったキャメルとグレーベージュとブラックをね、よく履くんですけど、こちらのね、コーディネートもちょっと載せておきます。という感じでね、結構いろんなコーディネートに合わせやすいし、クオリティの高いフラットシューズです。で、サイズは私普段 23.5 でぴったりでした。靴下履く場合でも厚みのない靴下ならぴったり履けます。サイズ転換もね、豊富なので、そこもね、魅力かなと思います。ということで、ウータン英語なので送り届けたいと思います。ウータンはザナのね、アウターを合わせて英語頑張ってきます。じゃあみんなにバイバイ。ランニングしてんの？ねえ、ランニングしてんの？ねえ。Best of ways, and I'm back again on the street.